首の位置はどこになるか難しいですよね。まあ、それにこういうポーズいいよみたいないいよっていうポーズで心の中でめーやったーみたいな。また福田さんが来てます。よろしくお願いします。少年サンデーで5分後の世界という漫画をやってました。7巻が最新巻の最終話が発売されました。でもう一つが一応アニメ化にもなったんですけども、上獣戦人無視奉行、福田と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、でこのミニシリーズとしてジョニー、はい、ジョニーさんをいろんな表情を描いてみる。この前のエピソードでジョニーを驚いている顔を描こうとしたら私はこんな感じです。で福田さんはこれは漫画だ今回は、はい、驚きじゃなくて今度は喜び、喜びでも喜びっていうよりまた場面を作ってもらえますか。そうですね、ちょっと宇宙人は難しいかもしれないのでちょっともうちょっと普通にしてみましょうか。そうね、教室にいたら教室で放課後一人でなんか空眺めてたらなんか好きな女の子に急に話しかけられてきて一緒に帰らないって言われた時にちょっと喜ぶみたいなあでもクールぶってるだから、はい、なんか隠そうとしてる。そうですね、にこやかではないと思うんですよ。わかりました、はい、チャレンジだなこれはチャレンジだな、ちょっとニュアンスが含まれてますからね。うん、頑張ります。はい、いいですね、ありがとうございます。私が作った設定で窓側の席後ろのしてそうじゃないですか、でカッコつけて放課後なのにこうやっててずーっとやってるみたいな。話をかけられたジョニーさん、はい、一緒に帰らない。おー、いい響きですね、はい、正直多分これと全く同じ顔になる。使ってもいいですか。あー、いやでも気持ちは近いですけどね。近いねじゃあ今回はちょっと練習として、はい、ちょっと 目を考えておきます。試しとして、はいはい、で最終的に一番合ってるのを選ぼうかな。よくあることはこういう風になんか4つを描こうとしたら、はい、結局これを完成しちゃうあ、でも十分可愛いですけどね。日本に来てから初めて見たんです。俺ですか的な時に、あ、俺みたいな。そう、はい、それは、はい、これですね、はいはい、面白い文化の違い。いや面白いですねここまで顔は、あ、上手ですね。あれ上手くないですか。本当にいつもこんな感じです。4つのパターン描こうとしたら1つのパターン描いたらそれあ、じゃあこれでいいか、はいはい、多分イメージが合ってたんでしょうね。さっきみたいに全く同じ問題になってるんですけど別キャラクターに見えるある程度デフォルメしてもいいと思うんだけど、うん、私のデフォルメはちょっとなんかスタイルがバラバラすぎて。なんでですかね。そう、角度とかこれの描き方は固定されてないからかな。あ、まだ癖ができてないんですかね。そんな感じかな。あ、なるほど。あれめちゃくちゃ可愛いな。よし、完成なのかな。はい、よし完成です。これが喜び。喜び。じゃあお願いします。はい、頑張ります。ジョニーは結構大変な日だったね。そうですね。宇宙人見た後に次の日は一緒に帰ろうって言われて。なんだ私の平凡生活はどうした。本当に。あ、でもなんかそれを言ってる時点でなんかオタクの主人公っぽいですよね。ね。急に私のつまらないやっとなんか収まってる生活ができたのに急にもう展開が毎日。もう俺の日常返せよみたいな。そうそう。絵描き始めた時もう顔が大事だと思って顔を完成させてその後になんか体よく合わせられなかったことがありました。難しいですよね。首の位置はどこになるか、いつも正面で描いてるのにたまにこういう風になんか上向いてる時とか、はい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 そうですよね。だから
やっぱり ある程度のバランスつけないと難しいですよ ね。一緒に帰ってやってもいいぜかおめえ 何様だって感じですよね。言いそう言いそうですね。このジョニー何選ぶってんだよとか思ってずっとなぜか上から目線で物を言うってみたいな。一緒に帰ろうって言われたら本当は嬉しいくせにいいぜみたいなツンデレ男ツンデレ男なんか男だから素直に気持ちは伝えちゃダメ。外国でもそんな感じなんですか。どうなんだろう。いや経験不足っていうかまさかのですかね。なんか血か口が小さくなる。そうですね。なんかちっちゃくおおいいぜみたいな感じかなと思って。いいそういいねいいねっていう感じですかね。しかもあの縦読み。縦読み。あそっか縦読み。いいね、縦読み。いや素晴らしい素晴らしい。いやでもこんな感じじゃないですかね。すごいそんな感じ。服もそういうなんかシワ含めてなんか表情の。一部になってますよね、はいはい、そういう格好が雰囲気に影響ありますよね。そうですね。なんとなく雑感というか、うん、適当に着つつなんか大雑把な感じは可愛いですよね、うんうん、まあそれにこういうポーズいいよみたいな、いいよめんどくせーそうっていうポーズで心の中でめーやったーみたいな、それこそイエースみたいな。さすがに漫画家さんが読者の気持ちがよく分かってますよね。よし、じゃあちょっと企画しましょうか。はい、ではジョニー、はい、今日はちょっといい日だったな。まあいいこともちょっと不思議なこともありましたね今日は好きな女の子に一緒に帰ろうぜっていうふうに誘われましたので、こういう顔にスタイルがちょっとでもかわいいかわいいかわいい。じゃあ表情的にどうですか。どういうふうに変えたらもうちょっとかっこつけようっていう意思を持ってたらいいんじゃないですかね。ああ素直すぎだったね。一応かっこつけようとしてる感じはするんですけどもいやでも、俺そんな嫌いじゃないんで好きですありがとうございますまあ私個人的にもう少し元の顔の形守ったらいいなと思ってますね。確かに輪郭ですよね顔の形。そう、うん、まああと目の描き方、うんうん、こういうもう少しなんか縦狭い方が少し守ったらよかったかな。そうですね。そしてジョニーが漫画になった感じですっていうかでかくなったって大きく描く癖はありますか。多少あります。あ大きく描いた方が楽なんで。あ、はい、スタイル的に髪の書き方も守ってくれたし、はいはい、ポーズも大事だったよね。カジュアルに答えようとして、はいはい、してる本当の気持ち少し隠せるかなと思ってるかもしれない。はいはいはい、はい、あそうそうそう、うんまあ、そうそれあと目線は合わせないみたいなおおみたいな、こっちから話されたらおおみたいな、おいいよみたいな。でその口は私こういう口はあんまり書いたことない。どういうところでなんかこういう口の形にしてますか。やっぱりたくさん漫画読んでたら、うん、なんかボソッと喋るときにこんな感じの、うん、ちっちゃく喋るみたいな。ボソっていうときにでかい口って開けないと思うんで、それの多分デフォルメだと思います。いつも福田さんの漫画を読んでデフォルメを自然に入れてますと思ってた。ちゃんと同じキャラクターとして描いた上に、はい、なんかデフォルメうまく入れました。まあそんな感じです。ジョニーがちょっといい日だったな。そうですね。一緒に帰ろうって誘われたんで。いいね。ラッキー。ラッキーで。ラッキーだった。福田さんが登場している動画、他にもあるので、ぜひそれも見てください。あとは福田さんの漫画、ぜひ
どうぞ。はい、少年サンデーで5分後の世界という作品が、最新刊27巻最終巻になるんですけども、最近発売しました。ぜひともよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。ツイッターの方を、本名の福田博史で、やらせていただいてるんで、よければぜひあのフォローしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとはチャンネル登録お願いします。お願いします。バイバイ。ジョニーになりたい気持ちいいシチュエーションですよね